こんにちは。大阪維新の会でございます。この大きな街宣車、長藤秀樹堺市長候補が、こちらにやってまいりました。少しお時間を頂戴いたしまして、音量大きくはございますけれども、ここでさせていただきます。私は堺区の市議会議員をしております、堺市議会の伊勢木隆でございます。9月10日に始まりました市長選挙、あと今日含めて5日を残すのみです。こちらにおります長藤秀樹堺市長候補となって活動しております。堺市内全域をくまなく回る意気込みでやっておりますが、隅々までは回りきることができません。今日この時間はこの一角、平和町の一角をお借りしまして、どうもありがとうございます。お借りしまして皆さんに声を届けたいと思います。はじめに私伊勢木が5分ぐらいお話しさせていただいて、その後10分ぐらい市長候補長藤秀樹より皆さんに真実の思いを聞いていただきたいと思います。この場所、団地に囲まれております。遠くまで声届いているでしょうか。今回の市長選挙、4年ぶり、また8年ぶり、今の市長が堺市政を担われてから8年経ってるんです。水道料金の値下げ、1年で2万4000円ぐらい、大阪市と比べて堺市民の皆さんは同じだけ使っても1世帯多く払ってるんです。4年で約10万円、8年で約20万円、皆さんは水道料金を多く払っている計算になります。今の市長、10月から選挙前になって、10月から月50円ずつ値下げするというふうに言っております。月50円、年間600円、2万4000円も大和川の北と南で水道料金が違うにもかかわらず、8年間の市政運営の成果、600円、年間600円です。我々維新の会はこういうことはしません。皆さん、年間2万4000円違うんです。これが全て一気に解消するかどうかは別として、この水道料金の差を政治課題、また行政の検討を加えて行政課題にする責任は少なくともあるんじゃないでしょうか。皆さん、今の市長は大阪市と堺市、堺市も頑張ってるんだから、年間2万4000円水道料金多く払っても当然だと言ってるのと同じです。年間600円下げたから堺市で私は十分頑張ってると認めてくださいというのが今の市長です。私はこれはおかしいと思います。この堺には全国から、あるいは海外から堺に住まわれている方もいます。堺で新しく生まれた方もいます。そして30年前、40年前、下水道が普及されてなかった頃の負債で今料金が高いんです。それを一世代後、さらにその次の世代にまでその負担を負わせるのは、もはや今の時代不公平じゃないでしょうか。過去の経緯があるのはもちろんですけれども、その格差を解消するためにいかなる努力ができるのかということが市長としては問われているはずです。今の市長には問題意識がありません。水道料金の件も堺が頑張っていると言いさえすれば、それで市民の皆さんが何とか納得しさえすれば、それでいいと思っているんです。水道にはまた他の箱物行政にも既得権があります。箱物行政、建設業者、水道でも水道の工事業者、こういったところ、今の構造を崩してほしくないんです。そしてそのことが有権者や納税者や市民の話題に上らなければ、そのままやっていけるんです。でも我々維新の会はあくまで住民目線、納税者目線で水道料金下げるために努力します。大阪全体の区域水道を統合しなく十分下げれる分はまずあります。第一弾として大きく下げる、そのためには
抵抗、改革には抵抗が予想されるんです。今回の市長選挙は、今、自民党から共産党まで一体になって、今の市長を応援しています。今回はですね、こちらにおります、長藤秀樹、41歳です。世代も一つ違います。そして、大阪の吉村市長と同年代、市長の問題意識が変われば、姿勢がようやく変わるんです。同じ権限を与えられても、問題意識がなければ、手をつけることはありません。水道の話しかしてませんけれども、いろんな姿勢の各分野で同じようなこといっぱいあるんです。しんどいからそこへぽっかぶりする、見えないようにするのではなく、納税者また次世代を考えて改革をしてまいります。長藤秀樹、必ず堺の姿勢を担わせていただければ、改革を進めて堺を成長へと導いてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。市長候補は長藤秀樹、よろしくお願いします。最後に、府議会も中川昭人も出ております。これセットで、市長候補に長藤、府議会に中川、セットでよろしくお願いします。市長候補長藤秀樹より、それでは直接皆さん思いを、真実の思いを訴えさせていただきます。皆さんこんにちは。大阪維新の会堺市長候補長藤秀樹です。選挙戦も残すところ4日と少しとなりました。皆さん、今の堺市の状況、この堺、希望が持てるでしょうか。今の堺市政、十分にやっている、満足ができる、そうお思いでしょうか。私は今の堺市政、全く満足はしていません。それどころか強い危機感を持っています。もし今の堺市政が満足いく運営をされていたならば、私は市長選挙には挑戦をしていませんです。でも堺を愛する市民の一人として、そして堺区で、この堺区で大阪府議会議員を1期6年務めてきた人間として、今の堺市政、本当に物足りない。この堺の可能性は、この堺の魅力はこんなもんじゃないんです。今の政令指定都市堺でも、まだまだできることがあるにもかかわらず、今伊勢議員が話した問題意識の薄さ、今の行政がここでもうこれ以上できないと上限を決めて自己満足に浸っている、この状況が住民生活がなかなか向上しない、住民の皆さんが生活の向上を実感できない最大の要因なんです。皆さん、この政令指定都市堺市、こんなもんじゃないですよ。政令市堺、まだまだやれることあります。11年前の政令市になってから、皆さんの暮らしいかがでしょうか。とても良くなった、大きく変わった、そう思われる方いらっしゃいますか。私はまずは今のこの政令市でできる最大限の改革を行っていきます。区役所でできること、区長が権限と財源を持って堺区の住まいの皆さんの課題、要望をスピーディーに解決ができる、お困りのことを相談窓口を設けて皆さんのお困りごとを迅速に解決ができる、そのような区役所を作っていきます。今の区役所は残念ながらどこの区も金太郎飴、同じような状況で、堺区も南区も三原区も同じ組織、その区のお住まいの皆さんの要望を叶えることはできていません。区長が責任を持って、そして権限と財源を持って区の皆さんの住民生活、サービスの向上に向けて取り組んでいく、
役所改革を行っていきます。そして全体としては今の組織マネジメント徹底的に見直していきます。この2年間だけでも堺市は不祥事が頻発をしています。10件以上の新聞テレビを賑わす不祥事が起きている。中でも大きいのは2年前に起きた堺市民有権者のデータ全68万人の情報流出、 YouTube にアップをされてしまいました。しかしその処分は該当の職員を免職にしただけ。本当にこれで十分なんでしょうか。それ以降も多くの不祥事が頻発をしている。今の組織体制徹底的に見直して責任を果たしていく、役所を引き締めていく、それを行わなくてはいけません。役所の方を向いて仕事をする、市長の方を向いて仕事をする、市役所ではなく市民の皆さんのことを考えて市民の役に立つところ、市役所を作っていく。もう一度役所の体制、古い行政の仕組みを徹底的に見直していきます。何十億円、何百億円とかけて市民の皆さんの税金を使って箱物が作られ続けている。一方で本当に困っている人たちには上辺だけの政策しかできない。この状況一刻も早く変えたいんです。何十億円、何百億円と箱物を税金で作り続けるよりも、まずは本当に支援を求めている方たち、母子家庭の皆さん、一人暮らしのご高齢者、老老介護の世帯、障害者のご本人、ご家族、しっかりとサポートしていく。ここに区役所に窓口を設け、迅速に対応できる、そして相談ができる仕組みを作っていきます。そして多くの市民の皆さんが実感できる住民生活の向上、幼児教育は無料化、中学校給食は全員給食、中学生には塾代、習い事クーポン、家庭の経済格差に関わらず、すべての堺市に住む子どもが安心して、そして健やかにこの堺で育ち、教育を適切に受けられるチャンスを行政が保障する。それが10年後、20年後、強い社会を作ることにつながります。ご高齢の皆様にはお出かけ応援します。今よりも範囲も日数も拡充をします。日数は1年中いつでも使えるように、範囲は大阪市や周りの市町村とも協力をしながら、社会を超えても使えるように検討をしていきます。そして何より高い高い水道料金の値下げ、古い体制を徹底的に見直して、新たな発想、民間の力、大きな視野で水道料金の値下げを実現をしていく。必ず水道料金の値下げ実現をします。この堺、可能性が本当に埋もれてしまっている。堺の魅力を、堺の大きな可能性を今は全く生かすことができていません。今の古い行政徹底的に見直して、そして改革を進めていく、これがまさに今回の堺小選挙なんです。停滞化、成長化、これまで続いてきた堺の停滞をさらに4年間続けるのか、それともここで勇気ある一歩を踏み出して成長へと舵を切るのか、大きな分岐点がまさに今なんです。今回の市長選挙、本当に厳しい状況です。このままではおそらく現職の市長には届かない。自民党、民進党、共産党、社民党までついて、そしていろんな組織や団体が現職の市長を支援をして、私たちの味方は思いある堺市民の皆さんだけ。この状況で勝ち抜いて停滞から成長につなげていくためには、思いある市民の皆さんの一票しかないんです。今回の堺市長選挙、支持率の低下が危ぶまれています。
40% そこそこかもしれません。こんな状況では社会を変えることはできません。10年後、20年後、50年後、今はもちろんこれから先、子供や孫の世代にも素晴らしい社会を残していくためには挑戦をしなくてはいけません。借金ではなくて財産を残していく、そのために今の堺市民の責任として挑戦が必要なんです。今の市長にできなくて、私長渕秀樹にできること、それは改革です。自民党から共産党まで一緒になって支援をする候補者に改革はできません。私は市民の皆さんの思いを受けて、この堺をもっと素晴らしい街にする、停滞じゃなくて成長する堺にする、大阪からも世界からもこの堺に活気を呼び込んでくる、経済を呼び込んでくる魅力ある街となるために、できること全てを行っていきます。大阪維新の会堺市長候補長渕秀樹、今回本当に時間がありません。皆さんお一人お一人のお気持ちをどうかお寄せいただいて、今まで通りの停滞、活気がない堺ではなく、これから成長して夢と希望がある堺を一緒に作っていきましょう。どうかよろしくお願いをいたします。大変大きな音量、夕方に失礼いたしました。長渕秀樹、皆さんと共に希望がある堺作っていきます。どうかよろしくお願いいたします。大きな音量で失礼いたしました。堺市長選挙もう最終盤、今終盤に差し掛かっています。今日を除けば残り4日、あと4日間しかありません。今の情勢はデッドヒート、接戦です。あるいはやや負けている報道があります。最後に皆さん方の一押し二押し、必ずその一押し二押しが大きな力を持ちます。今申し上げたような堺市への課題や問題点、世代が違う、また改革マインドを持ってことに当たる必要があります。皆さんのお力、ご投票は長渕秀樹、長渕秀樹へお寄せくださいますよう、どうぞどうかよろしくお願い申し上げます。長渕秀樹、堺市長候補、よろしくお願いします。皆様ありがとうございます。大阪維新の会公認堺市長候補の長渕秀樹、長渕秀樹より皆様に熱い思いを訴えさせていただきました。こちらが大阪維新の会公認堺市長候補長渕秀樹でございます。本人による熱いお訴えをさせていただきました。皆様方ご清聴誠にありがとうございました。こちらはこんにちは、よろしくお願いします。こちらは大阪維新の会公認堺市長候補長渕秀樹でございます。候補者をお呼びしまして、皆様